茨城空港行きをご利用いただきましてありがとうございました。また今日も停電車パスにご協力をいただきましてありがとうございました。出発に際し手荷物は前の座席の下奥深くにご収納ください。この飛行機は全席禁煙でございます。電子タバコや燃えタバコの使用もお断りしております。安全運行のため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。この飛行機の茨城空港までの飛行時間は離陸後1時間15分を予定しております。機長はアローマ、副操縦士はオンカイ、客室のチーフは佐々木でございます。この飛行機には4名の客室乗務員が乗務をしております。ご用の際にはお気軽に声をおかけください。それでは到着地茨城空港までごゆっくりとお過ごしください。皆様、今日のご搭乗ありがとうございます。ご案内いたします。お近くの客室乗務員にご注目ください。座席前のシートポケットに安全のしおりがございます。合わせてご確認ください。非常口座席にお座りのお客様には緊急脱出の際の援助をお願いしております。詳しい援助内容については座席前のシートポケットにございますインフォメーションカードをご覧ください。ご協力をお願いいたします。シートベルトについてご案内いたします。着脱方法をご確認ください。離陸・着陸時シートベルト着用サインが点灯している間はシートベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれがないようしっかりと締めます。飛行中の揺れに備え、シートベルトは常にしっかりと締めください。外す場合は、このように金具の片方を持ち上げてください。離陸・着陸時、座席の背、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。足元の電源をご利用のお客様は、コードを外してください。酸素マスクについてご案内いたします。使用方法をご確認ください。機内に酸素が必要な状況になりますと酸素マスクをご案内します。皆様の座席上には読書灯、乗務員呼び出しボタン、また左右に回すことで風の強さを調整できる送風口が備え付けられております。必要に応じてご利用ください。
宅でご案内いたしました。搭乗後アンケートに回答いただけます。搭乗券証書の専用 QR コードをスマートフォンで読み込んでいただきご回答お願いいたします。ぜひ皆様の率直なご意見をお聞かせください。今日も機内マークをご利用いただきましてありがとうございました。ご利用いただきましてありがとうございました。